岡崎美穂ハピネストークるはーいみなさんこんにちは岡崎美穂ですはい私は声優アーティストとして活動しておりまして11月3日にはセカンドシングル「ペタルズ」をリリースいたしますさてもう今回で13回目13日の金曜日 なんかありますよねなんかよくわからんけどええわ知らんから <laughs>。<laughs> はいということでえこの番組では私岡崎美穂のアーティスト活動の裏側について毎週いろいろとお話しさせていただいております。はいということでそれでは早速始めていきましょう岡崎美穂ハッピネスト はい。改めまして、岡崎美穂でーす。あのね、ちょっと一番からテンション高いんですけど。なんでかって言いますと、皆さん。今回は、皆さんからいただいておりました。コメント、またはご質問に、こうね、ゆっくり、まったりできるかな <laughs> なんだ、わかんないんですけど、お答えしたいと思います。嬉しい。めっちゃ楽しみなんだけど。 ねえ、なるべく丁寧に、そしてたくさん答えれたらいいなって思ってるんですけど、ちょっと質問リストがあるので、早速じゃあもうね、答えていきたいと思います。はい、ということで、YouTube の方からいただいた、えー、ご質問から読んでいきたいと思います。まずは、あこさんです。あかさん、ありがとうね。質問です。 私は今高3で受験生は大変やなえー、なのですがえー、毎日勉強や習い事でお忙しいですわかるよはいえー、岡崎さんは受験勉強や普段の勉強をどうやって頑張っていましたかまたおすすめの息抜き方法などあったら教えていただきたいですいやー受験生ってほんと大変よねなんかこう大人になったらさ あの時の頑張った私の時間が今の私につながってるとか思えるかもしれないですけどその時はそんなのわかんないし不安しかないよね私もうん結構あの大学進学する人が多いような進学校に通っていて。 で、ね、習い事も、まあ、書道だったり、まあ、ピアノだったりいろいろしてたのでまさにあこさんみたいに結構もまれていた生活だったんですけれどもそうだなただもう高校生の時は私は声優になるだったりあと書道に熱を注いでいた時期だったので高校受験のお話でよければちょっとご参考にしていただければなってお話があるんですけどあの壁に。 名言を張ってっていうことをしてました。なんで笑うんですか？スタッフさん。いや、ほんとね。言霊とかねあるのよ。あるんですよ。アコさんだから、アコさんがまあ、将来の夢が今決まってるのか、志望校が決まってるのか、お母さんに言われて、お父さんに言われてなのかまあ、どういう状況なのかっていうのがね。わかんないんだけど、こうとにかくまあこう志望校があるとするじゃないですか？こうそしたら。 んこう頑張る意味を見失う時ってあるじゃん深夜とかさそういう時にこう壁にこう私が好きな言葉は失敗はないっていう言葉なんですけどなんか眠い時は寝てもいい失敗はないからだって寝てる時間に記憶は定着するしねっ テスト勉強とかだって寝るの大事だったりするじゃないですか。意外と成績いい人寝てたりするし。そう。だから、なんかそういうような名言を、こう、私は私の好きな言葉だったんですけど、あこさんはお子さんの好きな言葉を、こうね、探して、こう書いたり、トイレの壁に貼っても、自分の部屋に貼っても、玄関に貼っても、親が許してくれたらね <laughs>、いいので、なんかこう、目に映る場所に、こう、貼ったり、あとは口に出したりとかね。 最初はこう感情をうまく乗せれなくてもなんかね喋ってると自然に心に入ってきたりとかそういうことあるのであの応援してますどんな結果になってもねあこさんの人生が輝きますように応援してますはいということでありがとうございますいやいいわーやっぱほらこういう時間大事よーはいということで次の質問いきたいと思いますうたぴーさんからですありがとうございます <laughs> お、じゃあ質問から入ってる <laughs> すごいラフ急なラフはいいいですよ嬉しいですえー、こういう撮影の時は「食事はがっつり食べるそれとも食べないお腹膨れて衣装が」みたいなことあるのかなとということでこれは YouTube のコメントだからもしかしたら MV とかにしてくれたコメントなのかなどうなんだろう違ったらごめんなさいねそしてうたぴーさんじゃなかったら本当にごめんなさいえー、っと 食べたい時は食べるし、うーん、我慢できたら食べないけど、ハピネスもペタルズも踊ったので、あの、食べると踊れなくなる日もあるんですけど、私は基本食べないと踊れないエネルギーが欲しいっていうタイプなので、食べるタイプです。ただ、衣装の膨れとかはやっぱ女の子なんで気になるので、こう、ちょっとね、 気をつけたりはしますよ、一応ただ、ご飯の誘惑に負けちゃう方は多いなっていうタイプの人間ですはい、<laughs> はいそして続いていきたいと思いますヨウツーさんから頂きました YOTUKI ヨウツさんからですありがとうございます良、えー、ければ、岡崎さんが高校時代にやってた演技練習方法かな演技練習、教えてください 私ね、難しいですけど、見ているアニメで、あ、このキャラクターやれそう。 やれそうとかじゃないな。なんかやってみたいか。なんか、その時って自分の実力を過信してた時期でも私はあったので、こうやれそうとか今言っちゃったんですけど、まあ実際は全然ね、もうペーペーだったんですけどね。はい、今か、今でもペーペーなんですけど、はい、そういうアニメがあるとするじゃないですか。したら全部音消しにして、そのキャラが喋ってたことを、こう私は機械得意じゃないので、こう書き出すんです、ノートに。で、それを読んで、 それをなぜかスマホで撮ればいいんですけど、私は 3DS の動画を撮るモードで録画して、3DS で見て、おー、アニメに私の声が入ってるーっていうのをただただ楽しんで、こう、声優になりたいっていう士気を高めていたり、あとは、あの、私、えっと、リトルマーメイドのパートオブ・エヴァー・ワールドという曲が大好きなんですけど、いわゆるこうミュージカルってお芝居、 じゃないですかお芝居から出たメロディーみたいななすごく密接じゃないですかなのでこう感情を吐露するときは結構そういう音楽の力も借りてまあ今思うと練習っていうよりは自分の癒しの時間だったんですけどこうためになってるなって役者になってその歌ってた時間がっていうのは思いますね。 はい次のお質問いきたいと思います。よつきさんありがとうございました。もしかしたらね役者さん目指してるのかもしれないですね。はいということで次のご質問がとうこさんからです。ありがとうございます。えー、岡崎さんが黄色を好きになったきっかけを教えてほしいです。似合うって言われたから <laughs> いやあチヤホヤされるの好きなのよ。<laughs> みんなチヤホヤして。<laughs> <laughs> 褒められて伸びる子なの。はいそうなもねそれで、ね「黄色似合うね」って言ってもらえたのとあと結構それがびっくりしたんですよね。なんか今まで自分ではピンクが好きでピンクの洋服を着いたりすることが多かったんですけどあのあ黄色似合うんだっていうのが新鮮だったしあと「ひまわり」 がお花ですごく好きああ黄色だって思ったりあとは声優になってこう最初にいただいたメインのキャラクターが西尾美空ちゃんっていう「あの音楽少女」っていう作品の,あの女の子だったんですけどその子のキャラクターの,あの、まあ、イメージカラーというかもイエローでうん黄色しかなかなった気づけば好きになっていたっていう感じですね。 すごい自然な流れで、黄色が好きになってました。なので、ねえ、もうハピネスは黄色三昧だったでしょ？<laughs> ね、ペタルズはまた違った色だったんですけど、まあ、黄色は好きっていう。 あの,あのことは前提にありつつもでもペタルズでやっぱり改めてピンクとか紫も好きだなってあの再確認したし好きな色たくさんあるしあんまりこう嫌いな色とかこう苦手な色とかないので楽曲を通してこういろんな色を見せていけたらいいなって思いますね。 はい。ということで、以上です。やだ。4つしか答えられなかった。ということで、今回はね、YouTube の方での質問を答えさせていただいたんですけど、えー、ぜひぜひ皆さん、あのね、質問これからもいただければと思います。 はい。そして、現在、セカンドシングルのペタルズが先行配信中でございます。配信では先行して、フルで楽曲をお楽しみいただけるとのことで、フル聴いていただいた方、みんなどうでしたちょっと。 私は最高やなってて思っっますよやっぱさほら落ちサビとかで「曲のいいとこって出るじゃんみんなはどう?」っていうのもねこうフル聴いていただいた方は他の方にネタバレになれない程度にねちょっと私に伝わる感じでこ,うこちらのコメント欄だったりこう、ね、ツイッターだったりで教えてもらえると嬉しいなと思います。 はい。ということで、ここでお時間が来てしまいました。次回はペタルズ発売直前ですよ。ということで、お楽しみに。岡崎美穂、ハピネストークはい。お送りしてまいりました。岡崎美穂、ハピネストーク。第13回目の配信も間もなくお別れのお時間です。寂しい。でも、次があるから。 はい。ということで、ここからはお知らせの <laughs> もう全然下回ってないじゃんお知らせです。ちゃんと言いますよ、ここからは。はい。えー、岡崎美穂セカンドシングル、ペタルズ、表題曲が先行配信中です。こちらね、さっきも触れましたけれども、はい。この楽曲は私も魔王役として出演しております。テレビアニメチャヒー様はくじけないエンディング主題歌となっております。はい。そして、CD もね、11月3日に発売となるので、カップリングとかもね、 あったりするんですよ、やっぱり今回も。なので、皆さんにそちらの方もね、ちょっとどんな曲かなって、ワクワクドキドキしていただけると嬉しいなと思います。はい、その他もね、告知事項がもう、もうももも盛りだくさんとなっておりますので、えー、詳細は岡崎美穂オフィシャルサイトだったり、ツイッターだったりでチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、13回目が終わろうとしております。<laughs> うん。 すごい楽しかったなんかさ今回は結構こう割とこう私が答えやすいような質問を送ってきてくださったなって印象だったんですけどめっちゃ嬉しかったんですけどディープでもいいよ <laughs> もちろん軽めでもいいしこうくだんねえなって自分が思うことでも私はすごいなんか面白いなって思うかもしれないしシャイな人もね勇気を出してコメントしてもらえるとあのおみほはとっても嬉しいです。 はい、ということでそれではまた次回の「ハピネストーク」でお会いしましょうまたねー岡崎美穂セカンドシングルテレビアニメ「ジャヒー様はくじけない」第2クールエンディング主題歌「ペタルス」11月3日発売